エリック・デッケルは、オランダ・ホーヘベーン出身の元自転車競技選手。現在は、ラボバンクのレースディレクター。本名は、ヘンドリック・デッケル。エリック・デッカーと表記するウェブや、雑誌もある。1992年のバルセロナオリンピック、個人ロードレースにおいて、ファビオ・カサル・テッリに次いで2位に入る。同年プロに転校。1996年にラボバンクに移籍し、 同年の国内選手権、個人タイムトライアルを優勝。1997年、オランダ一周で総合優勝を果たした。2000年シーズンは自身にとって大活躍の年となった。ツールドフランスの第8、11、17ステージを制覇。スプリンターを抱えるチームのコントロールによる集団ゴールが常態化し、ルーラーの活躍が見込めなくなった。 近年のツールでは逃げによる区間優勝は非常に困難であり、絶大な賞賛を受けた。さらに2度目のオランダ一周総合優勝に加え、こちらも2度目となる国内選手権 ITT を制覇。さらにクラシカ、サンセバスティアンも優勝した。2001年シーズンも活躍が続き、アムステルゴールドレーズを制覇やロンドファンフラーンデレンニーなど、 クラシックレースで好成績を収め、同年の UCI ロードワールドカップ総合優勝を果たした。また、ツールドフランスの第8ステージも制した。また2002年シーズンも、ティレーのアドリアティコにおいて総合優勝を果たし、3度目の国内選手権、ITT 制覇を果たすなどの活躍を見せたが、2003年は、怪我のため、シーズンの大半を棒に振る形となってしまった。 2004年、最後のオランダ一周総合優勝者となったほか、初の国内選手権、個人ロードレース制覇、パリツール優勝などの実績を残し、復活をアピールした。その後、2006年シーズン限りで現役を引退。2007年、上述の通り、ラボバンクのチームスタッフとなった。ありがとうございます。